よし、やりますか。ゲームモード選択、標準的なモード、ハードコア、腕に自信がある人向けのモードです。そりゃね、ゲーマーに難易度取っといたらもうハードコア以外にありえないでしょ。敵の強さが上がる、配置されるアイテムが少なめ、そして素材の組み合わせで得られる弾薬の数が少なめ、そりゃハードコアでしょ。このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り降下して、当局は今夜再び暴動の対策を。建物は燃え、人々はボートたちの犠牲を受け、今夜は急なのでしょう。都市全体に緊急事態が宣言する。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。RE3 やっと始まった。ここで始まるんだ。なんかタイトルがすげえ寂しいなと思ったんだよね。お、始まってる始まってる。え、これ、すげえな。これ、始まってるんだ。何のテレビ見てたんだ。トムとジェリーとか見てたらよかったのにね。あ、窓閉めた。すげえな。こんな視点だったっけ。三人称視点じゃなかったっけ、このゲームって。入れない壁が近い操作性が、うん、なんて数のステッカーを貼ってやがる何もできねえんだこれ。なんだこれ、ピザ、ピザ、うん、お出しっぱなしや。なんで、鼻血。ゾンビ化してる。いきなりゲームオーバーじゃん。サイレントヒル2とかで見たのこれ。こんなやつ。あ、撃つんだ。え、ペルソナ？ペルソナペルソナ3でしたよね、今の。毎晩ひどくなってる。そりゃね、ああ動ける。あと3日でこの町ともさよならできる。え、なんで今出た方がいいんじゃない。あ、電気、あっと、なんだ。ジルのレポート、アンブレラ社が
の引き起こしたあの事件から2ヶ月が過ぎた。これは1のストーリーの2ヶ月後ってことだね。まあ、ここら辺はまあ他の実況者さんもね多分呼んでるからいいか。まあ映してれば、まあ、止めればね見えるんで、まあ、いいですかねここら辺は。まあ、多分これはおさらいだと思うので、調査名も業界シェアナンバーワンの大手製薬会社アンブレラ社のことだね。これは悪い会社の製薬会社と穴ばかりの封のされていない手紙で送る前ってこと。生きる屍にでもなった気分、ジル・バレンタインとして生きることを望む。だからこそ、だからこの街を出て連中の罪を白日のもとにさらそうと決めた。ああそうか、うん、あこれ引っ越しするからこんなに段ボールをなんで半分ちょっと食べれてないやん。なんでこのサイズのピザを頼んだんだ。あ地形は一緒なんだね。このなんて数のステッカーを貼ってやがる。いっぱいあるじゃん。お、さっきのと対比で、いや水はやっぱ出てるんだ。なんで止めねえんだよ。まず止めよう。ここが なんか鳴り出した。誰だ、鳴り出した。これ なんもないの。こう開けれるってことはなんか、え、なんもない、なんもないよ。分かった、行くわ。あ、なんか調べれる。なんだこれ。同僚からのメッセージ。我らがエースジル・バレンタインへ。相棒元気にやってるかってことは、あブラッドの方か。なるほど。他はあれ無視してていいのかな。留守番電話とかならんかな。誰だよこんな時間に。不謹慎な。それかかけ直して。出ないっていう選択肢。出てやるか。はい。ジル、大丈夫か。ブラッド、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる気も甘い。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。ここドアじゃないんだよね。訪問するならもっとちゃんとドアから来てほしい。いきなり？こんな早く。一体何なの？あいつ。こんな早く出てこなかったよね。原作は。あ、ちょ、ワン、ツー、スリー、コード、ベロニカまではやったんですけどね。4からのね、アクション性の強いバイオハザードとかやってないんでね。この、上を押したら、自分の向いてる方向に行くっていう。来んのかな？待っといてみる？煽る？煽る？ほれほれ。なんもなさそうだね。行けってことか。ここから行けってことでしょ。お、これハーブじゃない。違うか。一体何が。視点が、ね、結構近いんだよね。嘘でしょ。うわ。おう、まあ今のところ何もなさそう。おっとここエレベーターじゃないですよね。
今度こそ。お腹を伝えてるってことで、ちょっとダメを受けてるってことだよ。もう大丈夫。おお。あら。ドラゴンボールじゃん。やべえ。ここに行った人が生き埋めになったじゃん。あらら、残念でした。町から脱出する。なんか、あ、初めての脱出。あ、ブラッド大丈夫か。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。え、これダメージ受けてんの。ちょっと待って。え、それもわからん。ハーブ的なやつは。なんか、L3 で走るとか書いてあった気がするけど。ゲーマーはね、ちょっと待った。こういうとこ探したくなるのよね。ゲーマーあるあるだよね。端っこ、ちょっと待った。走って。お願いだから走って。動画時間伸びちゃうから。国尾くんとこだったらね、こんなところで、お茶でもすれば、回復するんだけど。死ねます。ブラッドがいつも浮いていくじゃないか。ああ。なさそうだね、ここ、今のところ。これ現実なの。こんなに大勢感染するなんて。動画じゃなかったら全部、隅々まで行くところですが。ブラッド、気をつけて。お茶目な奴らがいる。なんて数。うわ、ゾンビだ。おお、ちょ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 。おお、おお、おお。え、あ、これ連射あり？連射した方がいいのかな？ええ？え、一発？ちょっと待って。メインメニューに戻ります。も、一旦戻ります。初めての脱出達成したレコードで、ちょっと遊びまくって、なんて数で、こっから、こう。ああ。普通に走れば、普通に走ればよかったんだ。奥にドアがある。行け。初見殺しじゃん。ブラッド。噛まれた。いや、死亡フラグがあると思ってたんだよな。一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む。俺みたいにしくじるな。行け。あや。仲間にすんなよ、ゾンビの。ごめんなさいブラッド。ごめんなさいブラッド。だけどアイテムが欲しいの。アイテムが。まだ武器持ってないよね。ん？なんだ。あ、なんか光ってる。お。ごめんね。来た。え？
くね。ああ、こうなんだ。逃げた方がよくない？こっち？これ、L？ お、お、逃げれるのか？お、逃げれる。無視していけるじゃん。あっちになんかある可能性もあったけど。でもあっちから来たんだけど。あ、ちょっと待って、見てる見てる。生存者の皆さん、駐車場の屋上へ向かってください。こんなね、大抵無視してたはずなんだよな。了解。ナイフは？ナイフ持ってないのかな？ちょっと待って。これで、あ、ナイフ持ってるじゃん。ナイフあんじゃん。で、これで攻撃。これがクイックターンか。ナイフ攻撃からの？ちょっと待って。特に何もアクションないか。大丈夫ですか？おお、ゾンビかと思った。動かすんじゃねえよ。聞いたでしょ？ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ。私が案内。この中がどこよりも安全だ。物置ですよね、これ。ドラえもんじゃないのか。あなた名前は？ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロットだ。ほら。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。おかわたれよ、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、お嬢ちゃんじゃねえぞ。手品師だぞ。これでナイフ刺してガチャガチャする。どうか落ち着いて。私は警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。あ、もう話しかけられなくなった。悪い、こいつの出番。この消火器ちょっと巻いといてやろう。ドラえもんじゃないんだからさ。4次元ポケットに繋がってないからね、そこ。分かってる？あ、なんだ今の。ちょっと待った。あ、ハンドガンと思った。あ、なんか、R1 押す、なんか、これが緊急可否？ちょっと待って。お、これいいじゃない？これ、攻撃して、踏み込んで、ああ、コンボできない？ちょっと待って、ここいる。ああ、どう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 。あっちになんか食われてる人いる。これをやればいいってことかな、緊急回避って。つまり敵の攻撃が発生するときに R1 を押せば緊急回避になるってことだよね、多分。押し倒すんじゃないよ、女の子。ん？ちょっと、この走るのがさ、L、ん？ははは、これ料金所の人じゃない？パーキングの。お金いります？ここなんもないかな。なんか印がついてるかな。おっと。選挙区いた。え、これ倒さないとダメかな。あ、ちょっと丸ボタンだったよ。ほら。え、全然開かんよ。壊れてるよ。え、これからも無理じゃん。そんなアクションあるんだったら最初からやってよ。追跡者来るんじゃないのか。はい、落ちてよ。それ、急げ。カプコン製なんだよな。あれ絶対カプコン製なんだよ。もう分かりきってんじゃん。ネメシスだったらさすがに
ねえ、シューティングゲームよろしく。グラディウスの海外版の名前だから。ほら、言わんこっちゃない。乗れた試しがねえもん、最後以外。あれ乗れたら終わるからね、このゲーム。ほら来た。知ってた、知ってた。丸か、四角かと思った。もう早く動いて。音だ出さなくていいて。お、え、レンダーだ。ああ、次はこっちの番よ。こっちの番だ。おら、行くぜ。このターン、あれ、これ。あなたのターンでしたか。俺のターンか。あ、お、落ちた。え、高齢者の事故のよくあるやつ。うわ、死ぬでしょこんなの。人は絶対動けんわこんなの。でもかっこいいじゃん、なんかちょっと。あ、知ってる知ってる、これ PV で見たから知ってるよ。カルロスがあれでしょ、イケメンになったのでしょ。しっかりしろ、もう大丈夫だ。あなた誰、ここで何。俺はカルロスだ、助けに来た。立て、まずは安全な場所へ。コスチュームね、あのジルだけは変えたんですけどね。あ、一難去って。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って、地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。オリジナルのさ、どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。オリジナルのカルロスが、あの怪物を知ってるの。え、俺話していい。話していい。オリジナル、いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。お断りよ、あなたに譲る。コナミじゃないね。さて、ここまで来たら安心だ。これらはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ、ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい。アンブレラの何がまずい。信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こうな。行こう、ここだ。こんなところの裏にあったりはしないね。オリジナルのカルロスはさ、なんかこうかっこ悪いじゃん。なんか全然印象残ってないからさ。なんだこの木箱。お、どこでもボックスか。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。レディって言ってるよ。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。ガガだよ、ガガ。確か名前はなんとかバレンタインだ。ガガバレンタインだよ。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され孤立している。
10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。あれ、生存者なんだ。分かった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことからな。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。どけどけ。それは俺のものだ。それは俺のものだ。俺のものだって言ってんだろうが。俺のものだって言ってんだろうが。あ、攻撃できない。あ、攻撃できた。おい、隊長。こりゃまたひどい。あー、ダメだ。取れねえ。かすり傷だ。どうなんかこっちにいるやつがさ、ゾンビかと思ったよ。ゆらゆらしてっからさ。え、お話終わった？まだある？もうない。じゃあ行っていい？行くよ。俺、こっちじゃなくて、向こうに行けってことだよね。地上に上がれって言ってたよ。いいだろう。お、なんだ、なんかあるぞ。 UBCS 式弾薬調合法。戦場では弾なし野郎は弾なし野郎だ。死にたくない奴は黙ってこのレシピを頭に叩き込め。ちょっと下ネタ言いやがったな。あ、ちょっと待った。ガンパウダー、なんかガンパウダーってのがあるんだよね、今度。まあ、だいぶ前から確かあったと思うんだけど。4ぐらいからあるんだっけ。なんか調合したら、弾ができんだよね。まあ、今、かける2って書いてあったし、強化火薬っていうのが、ちょっと待った。走るのが L3 だからさ、こう、やりにくいんだよね。これ一回一回さ、もう常に走るのをデフォルトにできねえかな、これ。あ、エグジット書いてる。出れるんじゃん？売店あるしね。おっと？タブロイド紙の一面。恐怖の食人事件、その真相に迫る。まあ今回の遺体に残された数十箇所に及ぶ噛み跡や獅子の一部の欠損という特徴は食人行為によるものとみられる。今月に入り、同様の事件は少なくとも3件発生している。今3件どころじゃないと思うんだけどね。数えきれないほど怒ってるけど。物資って、もちろん弾と、回復と、ちょっと待って、ダメージ。ジル、俺だ。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。お、なんか、ハウリングというかさ、なんか、変な感じするなと思ったら、コントローラーからも音出てやがる。ん？え？何？ん？アイテムを使用します？ん？使う？ん？何これ？え、こうしろってこと？あ、なんかジョーがかかってるから、ジョーを解除しろってこと？これ知ってるよ。あれでしょ？こういうやつでしょ？そう。一応ね、動画は見たことあるんだよね。あの、RE2 とか。やったことはないんだけどね。動画は見たことあるからね。こういうのはわかるんですけど。あ、なんかガンパウダーもう一個なかった？あれ？取った？間違えたわ。ここ、アイテム組み合わせ。まあ、これは前からあるやつだよね。ガンパウダーとガンパウダーを組み合わせると、ガンパウダーじゃなかった、これがハンドガンの弾ができるって言ってたよね。レッドハーブと、
基本状況ですね。まあ、これはね、1からね、バイオ1からある。これ 100% だったと思うんだよね。で、グリーンは3つまでできて、3つだと 100% になるんだっけ ?96% とかじゃないんだっけ ?100% だよね、多分ね。2つで60何%だった、なんだこれ。60何%だった気がするけど。この機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。緑と赤と、あ、これタイプラウターじゃない？あって、ちょっとまた。え、これってさ、インクリボンは？え、今回いらないの？ちょっと、預けるでしょ。これ、これなんかさ、うん。そもそもさ、これ5発しか入らない。あ、入らないんだ。7発じゃないんだ。ちょっと一通り探索してからセーブしましょう。あ、行ったらなんか進みそうだね。他にないとこないよね、さすがに。ハーブ調合法、かすり傷ごときで拠点に戻ってくるような坊やはママのおっぱいでもしゃぶってろ。そうじゃないタフガイは、そうじゃないタフガイ、薬の調合法を頭の中に叩き込め。あ、これはさっき言ったやつですね。自力調合不可能。救急スプレーはね、100% だったはず。冷えたビールでもとか言ってるけど、そんな冗談はいらんねん。お、ちょっと待った。生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。あらららら、ら、ちょっと、ステップ。戻れた。こっちの方もあるよねって。暗すぎる、暗すぎるが、ちょっと一回セーブしようか。